水曜ベライン、今日の6時台はクックロビン、簡単で美味しい料理のレシピを紹介します。毎回試食してくれてる門脇さんにも好評だよね。そうなんです、実際に作ってみたという写真もツイッターに載せてくれる人も増えてきましたよ。さあ今日は何を作ってくれるんでしょうか。4時からはバズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベライン。笑う人は月曜から水曜お昼1時から今日もたくさんのメール、そしてツイートもありがとうございました。松田のイーグルアイさんはね、はるちゃんのジングル、来るかと期待しちゃったよ。さっきね聞き直して保存しておきます。いやいややめてください。とってもはるちゃんらしさが出てるジングルだと思います。え、私らしさって何ですか私らしさって何だろう桜市の山店さんは、正直ジングルびっくりしました。正直眠そうにしていた1歳の息子も何かを感じたのか目を丸くしていましたすごいね、1歳の息子さんも何かを感じ取ったのかしらね、私の力み具合からね。これはただごとじゃない力みだってね。そして江戸川のブルースマンさんは、血管切れそうな歌ありがとうございます。やめて、番宣でこんなに笑ったのは初めてだと思います。すごい、なんか CM になりそうじゃない、1歳の子も目を丸、全米が力んだみたいな感じ。高野ちゃんがもなんかああああみたいな、最後にやっちゃいましたねみたいな顔しましたけど、いいんですよ、もういつでもずっとやっちゃってますから私はね。だから皆さんももう恥も外部もなくやっちゃいに来てください。ぜひ、イットはそういう番組なんで何でも大丈夫です。今日もたくさんのメッセージ、そしてツイートありがとうございました。もう来週もお待ちしておりますので、イット4アットマークベイ FM.co.jp、 これさえ覚えとけば大丈夫です。さあ今日もプレゼントありましたけども、こちらは発送を持って返させていただきますので楽しみに待っていてください。明日は木曜日です。ピカ子さんの木曜日となりますので、ピカ木でガンガンテンション上げちゃってください。さあこの後4時からですが、ザ・ベイラインです。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子ちゃん、はい、どうもこんにちは。いや、そのジングル昨日したんで生で歌ってもらっていいですか。どんな感じですか。もう絶対歌えない。どういう感じなんですか。雰囲気だけでも知りたいんです。やたら高いんです。いや、お願いしますよ。いや、もうちょっと歌えない。触りだけで、触りだけでも、もうメロディーも忘れちゃいました。触りだけでもいいですから。あまりの緊張、俺しつこいからね原田さん、山田さんしつこいです。山田さん、じゃあタイムフリーできるの。バズるかもしれないじゃない。いやいや、バズらない。そういうのが山田さんとは違うから。子供がほら泣き止む竹本ピアノに再興してね、眠たい子供が急に起き出して怒り泣き出すみたいな。困る困る。逆にヒステリックになっちゃうかもしれないから聞かないでくださいって感じですね。すいません、タイムフリーでもう一回聞こう。タイムフリーでね、もう即刻削除してもらう。削除ぐらい出しておきますということで、この後のベイラインはですね、4時台バズった山寺、そして5時台は独特のグルメと題しまして、我が家ならではの味とかね、うちの故郷ならではの味、あと食べ歩きで出会った変わった料理、食べ方、衝撃的だった失敗料理などありませんか。独特のグルメ独特のグルメ、何のパクリでもありませんよ。はい、独特のグルメということで、皆さんメッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。お願いします。はい、この後よろしくお願いします。お願いします。この後はザ・ベイラインでお楽しみください。独特のグルメということなので、どんなグルメが登場するのか楽しみですね。ここまでのお相手は春原由紀でした。私とはまた来週月曜日にお会いしましょう。また来週。時刻は午後4時を回りました。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、このところね、お天気良かったですけど、この時間になってね、ちょっと雲が怪しくなりまして、僕が来る時はちょっと小雨がパラついておりましたけど、皆さんところいかがでしょうか。生放送でお送りします。ね、雲が多いですけど、はい、山田さん聞いてくれます。はい、聞きましょう。最近ね、びっくりしたことがあって。何でしょうか。母親とはいメキシコ料理を食べに行ったんですよ。いいですね、メキシコ料理。お母さんがちょっとずっとピンとこないけど、はい、あ、そうですか。タコス以外のことはね、そうそうそう、タコスとかね、とかね、そうそうそう。でお母さんがずっと行きたかったお店があるから一緒に行こうって言って、いいですね、つい先日2人で行ってきたんですけど、はい、もう本当一軒家みたいな感じで、うん、地下にこう潜る、なんか秘密基地みたいな、一軒家なんだけど地下っていうね一階から上がどうなってるのかめちゃめちゃ気になる。一軒家のメキシコ料理で想像したんだけどいきなり地下に潜ったんで、上は何屋さんですか。すいません、話が進まないでちょっとスキャットします。置いといて
地下ね、伸びていて、うん、地下に行って、うん、で目の前でギター演奏してくれたりだとか、はいはいはい、で私とお母さん以外には結構誕生日のサプライズでこう大人数で来てる方だったり、どっかの二次会なのかな、本当団体様で来てるお客さん、130席ぐらいあるようなお店で、あのすごい賑わってたんですよ、うん、で私もお母さんといろいろこう飲んだり食べたりしながら楽しんだわけですよ、はい、うん、で外にいざ出ようと、もう会計して出ようと思ったらもう真っ暗になってて、はい、あ外も真っ暗になっちゃったね、じゃあ帰ろうかって言ったら、ちょうどその団体様と帰る時間が被っちゃったんですよ、一緒になっちゃったなーと思って、で皆さんこうちょっと名残惜しそうにこうずっとまだ外でも帰る、よくあるね、よくあるじゃないですか、うん、そうで私お母さん2人で、あどうしよう、ちょっとなんかこの間抜けられないな、どうしよう、ごちゃっとしてね、出にくいんだ、どうしようかなと思ったら、うん、あの一番酔っ払っていた女性が多分暗くて分かんなかったでしょうね、うん、今日本当私に抱きついてきたんですよその団体の中の一人だと思って、すみません、その団体ちょっと違う、大人どんな感じの、皆さんサラリーマン的な感じですか、いろんな年代の人が、あの30代ぐらいの方で、多分なんかの二次会でも男性も女性もいるような、いろんなね、バラエティーを飛んだような団体だったの、そう、一人と間違えて、ありがとう、一番酔っ払ってる女性が今日ありがとうって私にハグをしてきて、うん、ハグされちゃった女性だからまだよかったけど、一瞬えっと思って、うん、ちょっとなんかやめてくださいって言いかけたんですけど、うん、あまりにもハッピーな空間で私がそんな嫌な顔したらこの場所は壊れてしまうな偉いねと思って、だから、ありがとうまたありがとう言っちゃったんだ、だって周りの人気づかないんですか、この人違うよって、みんなも酔っ払って、で私の母親も横で大爆笑して全然助けてくれないから、お母さんもいや助けてよ、まあ嫌な感じじゃなかったらね、嫌な感じじゃなかった、これがねおじさんだったらね、もうちょっと何ですかってなるけど ねいやそこは差別しちゃいけないですけど、まあ、たまたま女性だったから、まあいいかなと思って、はい、あのされるがままにハグをされてありがとうって言って帰りましたけど、メキシコ料理に昨日行った方、まあ、場所は言いませんけれどもね、場所は言いませんけど、まあまあ、その何人ぐらいの団体さんですか、20人ぐらいですかね、20人ぐらいの団体さんでハグをした方はね、はい、ハーフポーンなの子にハグをした方はその人人違いですよ誰と間違ったんですか、ロビーみたいな人いたんですか、どうだったのかな、いないと思いますけどもね、本当びっくりしちゃって、あそれだけメキシコ料理って人をねウキウキさせるっていうかね、本当そうなんです、酔わせるって、ただ酒の飲み過ぎかもしれませんけどねでもあのとても今ハッピーな気持ちでいっぱいなので、あの皆さんそうなんですか、はい、ハッピーのお裾分けをしたいなと思っております、本当は軽い愚痴だったんじゃないかと思います、ありがとうございます、はい、さあ今日のメニュー紹介しましょう、はい、吉田バズった山寺やりますよ、うん、芸能スポーツにかけるネットニュースツイッターのトレンド売り切れ続出の新製品などバズってるもの幅広くピックアップします、皆さんも教えてください、はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までです、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください、そして今日のご時代はですね独特のグルメでいきたいと思います、孤独のグルメならぬ独特のグルメです、なるほど、例えばねメキシコ料理を食べ過ぎてすごい飲み過ぎて人違いをしてしまったとかねあの時のタコスのせいかなとかねあそういうのもありなんですね、それあなたの話の影響されすぎて、思いっきり私の話でしたけど、ね、よくそんな面白い話あるなと思って感心しながらちょっと聞いてたからごめんなさい、独特のグルメはい、はい、我が家ならではの味、うちのふるさと故郷ならではの味、なるほど、食べ歩きで出会った変わった料理とか変わった食べ方、はいはい、あでしょ、はい、国内外ああります、ね、失敗料理のことでもいいし、それから忘れられない味、思い出の味とかね、独特のグルメ、独特なグルメの話なんでも OK です、いや聞きたいこれ、ね、いろんな話聞けそうですね、お願いします、うん、そして6時台はこの人、街の話題のスポットに新スキボス街角 DJ しまちゃん登場です、今日はどこに行ってるんでしょうか、ゆきお、はい、ゆきおでございます、ロビンのでもオープニングトークって言ったらもうこれ何忘年会始まったって感じなのかな、あそうなんですかね、ちょっとね早い気もしますけど、そんな雰囲気もありますか、もしかしてね、でもね、うん、今日の気温からするとなんか冬が始まったよって感じですよ、うん、先週とだいぶ違うね、現在ね15度だけど時折冷たい雨が降ってまいります、やはりそうですか、うん、ちょっとやっぱりね、うん、今日はもう独特にあのロンティー2枚着てからのセーターですからロンティー2枚なんかよくわかんないですけどね、重ねてますね、はい、ということで今日5時台は独特のグルメということですけども、はい、6時台ね、うん、今週末、はい、今週末あの御徒町バンダー広場で、うん、行われるですね、福島の、まあ、福島の独特のグルメも楽しめるのかな、福島の復興イベントを紹介したいと思います。いいですね。はい、まだ今の台風と大雨被害でね、もう被災地ちょっとこの寒さは辛いですけれども、ね、ぜひ復興イベント盛り上げたいと思いますので、はい、6時です。お楽しみに。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。福島は美味しいものいっぱいありますからね。気になりますね。はい、6時台しまちゃんのレポートを楽しみに。はい、そして6時台の真ん中はクックロビンということで、簡単で美味しい料理のレシピを紹介したいと思います。今日はなんかお腹空きそうですね。ね、今日はね、独特のグルメあるしね。はい、うん。
内容盛りだくさんでお送りします。水曜ザ・ベーライン。まずはあなたの周りで、話題になってるもの、バズってるものをぜひ教えてください。はい、メッセージはベーラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。さあ今日のオープニングナンバーなんですが、今日リリースなんですが、なんと13年ぶり、ね、ニューアルバム「そうかっこいい宇宙」からお送りしましょう。小沢健二、彗星。そして時は2000。この時間はあなたの前で話題になっているもの、バズっているものを送ってください。そして5時台のテーマ、独特のグルメもお待ちしております。メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。小沢健二、彗星に続いてお送りしているこちらも今日リリース、ニューアルバム「ニュートンのリンゴ」初めてのベスト版から椎名林檎、丸の内サディスティックでした。FM Shopping Island。 ベイ FM ショッピングアイランドからのお知らせです。今日ご紹介するのはベイ FM のクラウドファンディング企画から誕生した東日本大震災の体験を語り継ぐ絵本、富士の海です。ベイ FM の DJ の小坂くんが被災地支援で石巻を訪れた時に、斉藤富士さんという一人の漁師の方に出会いました。その富士さんが語ってくれたのは、東日本大震災の日に小舟で大波を乗り越えながら海の上で一夜を過ごし、翌日変わり果てた港に戻ってくるまでの壮絶な体験でした。その話を聞いて、東日本大震災を風化させないために子供から大人までさまざまな年代に語り継ぎたいと、体験談の絵本化プロジェクトがスタート。企画に賛同し絵本化を引き受けてくれたのが、世界的な絵本作家で墨絵画家の本田豊国さんでした。もう本田さんの絵がほんと素晴らしいんです。ちなみに YouTube ではですね、ベイ FM が制作しました朗読動画ってのをご覧いただけるんですが、私が朗読をさせていただいております。はい、こちらの絵本なんですが、当初は教育機関や自治体への寄贈用として制作されたんですが、新たに入賞を希望される方々の声に応えるべく再版されることとなりました。価格は1冊税込み1650円となっております。あの大きな災害を風化させないために誕生した震災体験絵本、富士の海、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。詳しくはベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。スマホまたはパソコンからベイ FM 公式サイトへアクセスしてみてください。 Thanks for listening. This is the Bayline. まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。たくさんの話題に上ることをバズったと言います。このコーナーでは芸能ニュースから SNS、 話題の商品、今バズっているものを幅広くピックアップしていきますよ。今日気になったのはこちら。嵐二宮結婚発表。嵐の二宮和也さんが元女子アナの一般女性と昨日婚姻届を提出し、結婚したことを発表しました。ファンクラブの会員向けには直筆で、一人の男としてけじめと決断をつけましたと綴っています。続いてはこちら。郷力彩芽、ZOZO創業者、前澤氏と破局。郷力彩芽さんが ZOZO の創業者、前澤友作氏と破局したと報じられ、所属事務所はスポーツ新聞の取材に、事実ですと答えました。ロシアで行われたサッカーワールドカップにプライベートジェットで向かうなど、交際が大きく報じられてきましたが、交際発覚から1年7ヶ月でピリオドが打たれたこととなりました。続いてはこちら。侍ジャパン初黒星。プレミア12スーパーラウンドの第2戦、日本はアメリカと対戦し、3対4で黒星を喫しました。自力で決勝進出するためには、決勝ですね、自力で決勝進出するには残り2試合を全勝するしかなく、今日東京ドームで行われるメキシコ戦が正念場となります。ラストはこちら。ラグビートップリーグ開幕戦、チケット軒並み予定枚数終了。来年1月12日に秩父宮競技場で開幕するラグビートップリーグ、
チケットが11月10日から一般発売されましたが、各プレイガイドで軒並み予定枚数終了となりました。まだまだ続くラグビー人気でプレミアチケットとなっています。以上です。スポーツ2つとね、まあこのね恋愛系が芸能界のね、うん、2つですけども ね、 ね結婚と破局でしたけれどもそうですね、どっからいじるって言い方はないですね。 どこからいきますか。どうですかでもね、一番山寺さんがやっぱ侍ジャパンについてなんか言いたそうな顔はしてましたけどね。いやいやいや、まあ僕も今絶賛ね、ラフィングライブの稽古中、稽古中だもんね、はい、舞台の稽古中でも、あのあれちょっと遅くから始まってるんで、普通のね、はいはいはい、いつものシーズンよりも1時間遅くから始まってるから、結構遅くに後半だけちょっとちょいちょい見ることができて、はいはいはい、昨日もね、まあでもうちの浅村が出た、うち3打点上げてますんで、いつもうちのって言いますよね、うちの。でもさ、みんなびっくりしたと思う。俺はもちろんファンだから知ってたけど、はい、昨日やっと29歳だからね。あ、そうだ、なんか浅村ってもうさ、ドーンと貫禄あってバースデーね、まだ20代だと。この間まで28だったのそう、あなたといくつし2つですね。2つです。もう超大物感すごいじゃないですか。確かに。でもまだ20代だったんだっていうね。うん、バブは知ってましたけどね。まあでも惜しかったっていうかね、まあいろいろ言われてますけどもね。ね、この後だってまだ終わったわけじゃないから。ただね、僕はもうちょっと客入ってねえのかなっていうね。あ、やっぱり気になりました。あの、これ ZOZO マリンスタジアムでもやりましたけど、はい、びっくりしたから最初。びっくりしたもん。え、何これ、でも始まってんだよねって。おいおいおいと思って、ちょっとね、空席がで、ちょっと待てよと思って、同じ同時にやってたやつの韓国対アメリカも見たんだけど、東京ドームもっと悲惨なことになってましたよね。あ、そうなんだ。嘘だろうって、あのどっかの、あの貸し切る草役ぐらいしか入ってなかったっいや極端な話、そんなにですか。 ねどっかの会社でやった時の方が入ってるよね、っていうぐらいびっくり。国際線でね、まあメジャーリーガーのすごい人来てないっていうのはあんのかな。でもね、いや、ね、もうちょっとね、なんかいわゆる世界野球からこう来たスーパー、ね、プレミア12でしょ、うん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 、だったらもっとね、ラグビーがあんなに盛り上がっただけに、そうですよ、今回もチケットがもうトップリーグもこんなになってんのに、ここから応援しましょうよ、しましょう、日本大事な戦いですから、絶対負けられないですから。そうか、そうですね、このメキシコとすると韓国とあんのかな、うん、ドームでしょ、ここからもう皆さんもう皆さんってお前はどうなんだって話だけど、いやあれもね、だってもう相手チームの攻撃の時とか、はいはい、びっくりするもん。俺車でね、テレビは見れないから音声だけこう聞くじゃないですか、はい、音で、ちょっとあれ放送事故かなと思うぐらいシーンとしてるし、テレビのアナウンサーってその時あんま喋んないから、ラジオのアナウンサーと違ってシーンとしてるから、あれ何も聞こえねえから、ちょっと電波悪いのかなみたいな、まあ、それはいいんですよ、それはね、応援、自国の応援、はい、日本の応援の時はもう、うわー、 あなるほど、あれはいいですよ。浅村だってね、他のチームのファンもみんな浅村の歌を歌ってくれたりして、僕はすごく感動しましたけど、あ、よかったよかったよかった、ここから盛り上がっていかないと、世界一決めようとしてるんですから、日本でやってるんですからねえ、ちょっと熱く語りすぎました。ちょっと熱量多めでした。ゴリカヤメさんに何か言いたいんですか。いやいや、でもね、1年7ヶ月だったんですね、交際。なんかもっと長く付き合ってる印象が、まあね、すごくニュースになりましたからね。ありますけど、二宮さんのはどうですか。いや、私ちょうど昨日帰ってテレビつけた瞬間に、その二宮さんの結婚のニュースがやってたから、うん、思わずもうテレビの一番近くでこうなんか体育座りして見ちゃいましたもんね。これはすごい世間がざわついてるぞと思って。ですよね、すごいことですよ。トップアイドルですから、トップアイドルっていうかね、俳優としてもすごいですし、まあ、僕はニノとはこの間電話で喋ったばっかりなんで、えニノと電話で喋ったばっかりなんですよ。電話番号、まあ、ちょっと電話知ってるんですか。いや、あのバラエティ番組で、はいはい、あのね、あのいろんな人を呼ぶっていうので、はいはい、回り回って戸田恵子さん行ったんで、そこから俺に電話かかってきて、はい、ちょっと変わってってしょっと喋ったっていう番組で、そこ使われましたけど、ちょっとだけ。そうなんですか、まあ、僕がナレーションしてる番組だったんで、はい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 、それでニノと喋ったっていう自慢をしたんですよ。あら、結婚のご報告はありましたか。やるわけないですよ。番組収録中にかかってきただけだから。そうだった。ちなみにどうですか、この、一人の男としてけじめ、まあこれ一文だけですけどね、はいはいはい、これ今日言ったのは。けじめと決断をしましたっていうのは。いやでも、もう本当、もう大スターだからこその。僕前、けじめって言葉を使って怒られたことありましたけどね。え、なんでですか。けじめですんのみたいなね。あいや、いいじゃねえかと思ったんだけど、なんかけじめつとしなきゃいけないからしたみたいな感じを女性はするんですか。僕は思いません。僕は男として立派なことだと思うんですよ。女性のニュアンスとして、もうけじめを取って、言い方だろうね、けじめを取ってもするよじゃあっていうんじゃ。そっか、ニノさんはそうじゃないと思うんですけどね。山田さんはけじめじゃなかったんですか。えけじめじゃなかったんですか。なんか言い方が良くなかったでしょ。けじめを取って、けじめを取ってっておかしいですよね。けじめとして、けじめとして結婚って、俺大昔の話ですからね。1回目の時の話だから。あ、なるほどなるほど、そういうことです。すいません、すいません、1回目とか言うな。
言わせんな言わしてないか勝手に言ってんの。言わしてないです言わしてない、ね、いやでも、でもおめでたいことですから。そしてもリスナーの皆さんが笑ってくれればいいと思っただけですおめでたいことのごめんなさいなんかね。おめでたいことなんで、ね、そうどうせ女性はこう感じ方が違うからってちょっと心配になっただけです。なるほど、はい、さあ皆さんはどんなことが気になってるんでしょうか、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までです。そしてツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。それではここで一曲お届けしましょう。11月10日にリリースしたニューアルバム Love Peers Appears 20th Anniversary Edition から浜崎あゆみ Boys and Girls。 1999年リリースの大ヒットシングル Boys and Girls のリマスターバージョンをお届けしているんですけども、この曲が収録された今回の Love Peers Appears 20th Anniversary Edition はですね、ダブルミリオンを記録した大ヒットアルバムラブピアーズと30枚限定でリリースされたシングルアピアーズの発表から今年で20周年を迎えたことを記念して、まあ、リリースされたと、そういうわけなんですね、うん、お送りしたのは浜崎あゆみ Boys and Girls でした。 Bay FM リスナー安全運転宣言。さあこの時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日は千葉県八街市のラジオネームジョニーパパさんよりいただきました。ありがとうございます、はい、ございます。先日の夕方、愛犬と散歩中に横断歩道を渡り始めたところ、軽ワゴン車が接近してきたので、うん、渡り切ろうと急いでいたら軽ワゴン車止まったのですが、すごい勢いでクラクションを鳴らし窓を開けて何やら叫んでいました。歩行者は車が接近したらとにかく急いで横断しなければならないのでしょうか。自分は歩行者を見たら必ず止まるようにしているので、ちょっと不思議に思いました。あ、この方はね、ご自分が運転なさるときはそうしているのにと、ね、自分の歩行者愛犬散歩中横断歩道ですよ、ね、横断歩道ですよ。歩行者優先ですよね。しかも来たので渡り切ろうと急いだんですよ。この方ね、ジョニーパパさんも急がなくたっていいのを急いだのに、クラクションなの、え、意味がわからない今、ね、全く意味がわからない。あれですかね、ちょっとイライラしてたんですかね。え、なんか何を、だって急いで渡ろうとしてる人に何をやる必要があるんですか。いやでももう先に行きたかったんじゃないですか。ん、あ、そ、止まれと、うん、犬とその散歩してる人止まれと、それかもうすごい急いでる用事があったからちょっと感化してたのか、止まれっていうふうに、ね、もう全くわからないですけどね。いやでも自分もこう歩行者の立場で横断歩道を渡るときに歩行者優先だから大丈夫だろうと思っても、たまに車がすごい勢いで来ると、うわ、このまま突っ込んできそうって思って怖い気持ちに、あえてプレッシャーをかけるとかね、そうなっちゃう、ギリギリギリ来たりね、こともあるじゃないですか。それは例えばスマホ見てね、行ったり来たりしてるようなね、だったらあれかもしれませんけど、普通に渡る人はね、これ歩行者優先と当然のことですから。いや本当に、いやでもしかもね、クラクションってね、あの鳴ってる自分より外で聞いてる人の方がものすごく危険回避のために重要ですよ。使わなきゃいけないけど、自分はね、車の中にいるから大して聞こえないんですよ。あれね、車の中にも同じ音を出すべきだって思うぐらい僕は思う時がある。ビクッとしてますよね。ビクッとなりますからね、使う時本当にどうしても必要な時以外はね、鳴らしちゃダメですもんね。本当に皆さんね、あのいつでも止まれるように走ることが安全運転につながると思いますので、しっかりと心にゆとりを持って安全運転をしていただきたいと思います。ジョニーパパさん、ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージを安全運転宣言メッセージをお待ちしております。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所、氏名、年齢、ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ、携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ皆さんからもね、こういうの気になってるよ、流行ってるよ、うん、いただいております。いただいております。紹介していきましょう。ラジオネーム大仏さんからいただきました。私が気になっているのは雪印メグミルクから史上最高クラスに甘い雪印コーヒー、雪印コーヒー極甘が発売されたことです。ほう、通常のこのコーヒー、雪印コーヒーでも甘いコーヒーなんですが、うん、この極甘はオリジナルより 30% 甘さがアップしているようです。
山寺さん、ロビンちゃんは疲れた時甘い飲み物飲んだりしますかって書いてあるんですけどね。まあ飲まなくないですけど、私も甘いもの大好き。これさらに甘いんだ。これね、ちょっとスタッフさんがね買ってきてくれ、はい、ちょっと山寺さん飲んでみましょう、はい、これ甘 30% 甘くなってるんですって。いつもの分かんないからな。大体分かる。甘い香りがしますよ。コーヒーん、これは雪印コーヒーってやつね。そうですそうです。コーヒー牛乳ではないんだよ、ミルクコーヒーなんだよね。極甘って書いてあります。あのパックに入ったやつね。そう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 、極甘。いただきます。いただきます。あのいつものが分かんないんで、さっきから言ってるように。美味しいです。ちょっとそっか、いつものね比べるあれがね分かんない。いつも飲んでないから分かんない。でよく見るね、このパッケージね。見ます見ます。これはあんまり飲まない。私セット行ったら飲みたくなる感じの。ああそう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 、お風呂上がりとかね。ああやっぱりちょっと甘いのかな。美味しい。でもなんか、うん、なんかこう甘ったるい感じじゃないですよね。甘っっていうか、そうそうそう、甘っっていう感じではない。いや、いいかな。えもういいですいいです。そういうものあるじゃん、たまにお菓子とかで。あります。甘っっていうの、ここまではっていうのあるじゃないですか。全然そんなことないから。そりゃそうですよね、商品としてね今話題になってるわけですから。うんうんうん。じゃあこちら行きましょう。美味しいです。こちらも食品系、オールージさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの牛丼の松屋が今度は自動販売機で牛丼を販売するそうですよ。4月から本格的に始めるみたいです。流行るといいですね。これスタッフ調べると現在はゲーム会社のグリーに試験的に置かれている。試験的にグリーさんだけに置いてあるそうです。そうなんだ。僕もあのさっきあのネットで見ましたけども、うん、だからもうあの丼というかあのもう入ってるやつです。もう持ち帰り用のやつ、紙パックで上がプラスチックになってるやつに、うん、もう入ってる状態でガチャンって出てくるやつです。スプーンとかも一緒についてくる。さあ スプーン、まあ、スプーンのことは知りません。僕見たのではスプーンが横に入ってるから気になっちゃった。でだからあの下が紙パックで上があの見たらプラスチックの半透明になってたんで、はいはいはい、あれはだから具材が上にあってご飯が下で、はいはいはい、自分であの上皿をから下に開けるタイプですね。よく僕よく親子丼で持ち帰りやってる。そのパ、ね、まあ他の、まあ他の今牛丼だってそうだよね。コンビニで売ってたってそうだしね。サラダとかも、ね、どうでもそうか、別々になってるね、うん、の多いね。汁がこう一緒にならないようにね。そうそうそう。でそう僕見たらこれはして味噌汁もついてました。テープで取って止めてって、だからこれ外して電子レンジでチンしてくださいということの感じだそうですよ。あそうなんだ。だから中でずっと温めてるとそれはね大変なことになっちゃいますから、はいはいはい、ね、常温なのかなどうか分かりませんけども、チンして食べると美味しいってこと、そのままでも食べられるけどってことだと思いますけども、ついてるお味噌汁が、はい、見たら天野フーズの味噌汁で、私がよく食べてる飲んでるやつでした。そこがうまい、そこが素晴らしいと思いました僕は。わ、何があってそこが素晴らしい。僕はあの天野フーズの味噌汁か、はい、理研のあのわかめスープ必ず家にあってですね。あ、そうなんですか。すぐ美味しい、どっちも美味しいですから、天野フーズのフリーズドライバーちょ半端じゃないですから。わかりました。豆腐なんて最近すごいですよ。おお、すっげえなこれ。山田さん、もうわかりました。これ30分ぐらい喋るんで、もう味噌汁の昨日も稽古場でこれを僕差し入れして、あのスタッフにずっともういいからって言われる感じで喋ってたんで、いかに美味しいかっていうのそうだったですね。じゃあ続いて、ラジオネームグライペルさんからいただきました。ありがとうございます。ローソンが来年レジのないお店をオープンさせると発表したことが今話題になっています。ほう。レジの代わりにスマートフォンや顔認証システムで決済するというもの、うん。スーパーやコンビニでもセルフレジが進んで慣れたつもりだったんですが、ユニクロがバーコードを使わず商品を置くだけでお会計というセルフレジに本当に変わっていて、うん、本当にこれでお会計されるのかなと心配で最初めちゃくちゃ緊張しました、うん、お二人はセルフレジは大丈夫ですか。うん、まあ、めったに僕はセルフレジっていうのは使ったことないですけども。あ、本当ですか。セルフレジがあるスーパーでも人のいるところ行っちゃうかな。行ってスイカでっていう感じですね。なるべくこうスムーズに行きたいんですね、そうですね、うん、でも それこそユニクロとか行くとね、もう本当にもう本当ポンって入れるだけで大量に買っても全部すぐもう1秒後に5点お買い上げですねみたいな。それ現金に払うこともできるし、カードでもいいし、そう電子マネーでも OK なんですね。そうだから私も最初緊張してなんかすごいキョロキョロしながらやってたんですけど、やっぱそういうお客さんがいると最初はあのお店の人も教えてくれるから、うんうん、慣れちゃうとセルフレジ楽だなって。伝えはよくセルフレジやってます、ね、ああはいはいはい。あとこれはコンビニですよね。そうです、ローソンが来年。コンビっていうことは人はいないんですか。いないんですよ。いないんですか。いないんですか。
もう、もうだからもうね、日本人のこの良識に任せるわけですよね、そういうのはね。いや、すごいです、ね、まあ、もちろんいかにこの犯罪と戦うかみたいなところもあるでしょうからね。まあ、防犯カメラはついてると思いますけどね。ねえ、うん、ねえ、あの、よく駐車場でね、駐車場で今ガチャってこうね、出られなくするガチャとかいろいろありますけども、はいはい、ね、今ほら光でやるやつあるじゃないですか、センサーでね見て、だから止めるとか何もないんですよ。でそれはずっと監視カメラでやってるから、もし払わないで行ったらもうピカッと光ったりとか音が鳴ったりするのかな。でも番号を読み取ってるからそれですぐそうなるけども、前ね、タクシーの運転手さんがね、あそこね、あれなくなったんだよガチャって、あれあれがさ、何もねえんだよ、だから止め放題なんだよ。いや違う違う違う、そんなわけねえだろうって言って話したことありますけどね。止め放題じゃない、様式に、はい、さあ皆さんはどんなことが気になってるでしょうか。周りで流行ってるもの、バズってるもの、今すぐ教えてください。はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで、ツイッターをやってる方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。皆さんからたくさんねメッセージ来てます。あ、ツイッター見てるんですよ。ツイッターもね、すごいいろいろツッコミがあって面白いんですけど、あのマナビーさんが、山田さん分かってるな、天野フーズのフリーズドライお味噌汁は本当に美味しい、ナスが特に好きですとかね、ありました。ナスね、最近の白味噌のやつでね、里芋と水菜のやつと、はい、豆腐のやつですね。あ、そうなんですね。すごいですね、フリーズドライの日本の技術っていうのは。はい、だってアサリとかシジミの殻もフリーズドライなのに、お湯入れると殻まで、貝殻まで再現されるんだよ。食う時関係ないけどね、あれ。あ、そうなんですね。かカッサカサのやつなんだよ。カッサカサのやつ。もう一回改めてちゃんと話し始めたからびっくりしちゃった今。メッセージ紹介しますよ、山田さん。言っていいのかなと思って。いいですか。ラジオネームレイファンさんからいただきました。嵐の二宮くんの結婚発表でショックを受けるファンのツイートが多いですが、うん、俳優の浅野忠信さんがツイッターで、うん、二の結婚するなんて、仕事休もうかなとファンと同じようなツイートをして7.6 万いいねとバズっています。うまいなあ、たったそれだけのあれで上手ですね。うまいな、まあ、上手というか別に狙ってやったわけじゃないと思うんで、本心で。いや本当に仲がいいんでしょうね。はいはい、うん、でもね、確かにあの二のロスっていう言葉もトレンドに上がってましたけど、うん、こうやってねファンの方と同じ気持ちでつぶやくっていうのが、ギャップがほら浅野忠信さんがやるからですよ。そう皆さんやっぱリツイートしちゃいますよね、これ。 7.6 万いいね。そう、 7.6 万いいねと今バズっています。ちなみにレイバンさんは元アイドリングの朝日奈央さんの熱愛発覚の方が地味にショックでしたって聞いてます。ああ、なるほど、上がってましたね。うん、もうでもいいんじゃね、なんかいちいちもういいんじゃないかと思いますけどね。まあでもそうですね、いちいちいろいろ言われるのはあれだけど、うん、何も言われないのもあれなんじゃないですか。そうか、あれだあれだ話になってますけどね。続いていきましょうか、はい、ジェミーさんからいただきました、ありがとうございます。俳優の生田斗真さんが、高校の同級生に歌舞伎俳優の尾上松也さんがいて、今も仲が良くて、同じクラスには橋本真奈美さんもいたことを明かしたことが話題。橋本真奈美さんは高校時代おとなしいキャラで、愛人キャラで出てきた時はそのギャップに驚いたそうです、うんうん、ロビンさんも同級生すごい自慢を時々しますが高校時代と今のギャップってあったりしますか。自分がね、自分が、うん、それか周りの人でもいいですけどもね、まあ高校に限らずね、うん、でもそれこそその菅田将暉さんとかは、何ですか、菅田将暉さんとは同級生だったんですけど、その今先生役で、前も言いましたよね。そうです、覚えてなかったです言いましたよ。みんなスタッフなんでびっくりしないなと思ったら前に聞いたの。そうです、そうです、同じクラスだったんですけど、うん、その先生役でね、まあ、ちょっと前になっちゃいますけど、出た時とかはそう大好きだった、あれ全部見た俺。同じ 同世代同級生だった方が、うんうんうん、先生役をやってるっていうのはなんかギャップというか、うんうん、あ、すごいなと思って見てました ね、うんね、まあ、そのあなた その、そういう思いよりも菅田将暉と同じクラスだ、うん、同じね、はい、ですかっていうことかね、もはやね、そっちのことでもう、いやもう3回目ぐらいですか。3回目山根次行きましょう。はい、続いて、あ、これ山田さんがテンションが上がりそうなメッセージが来ております。長くなるぞ短めにお願いします。ラジオネーム焦げピンクさんからいただきました、山田さん
宮城県芸術選奨の受賞おめでとうございます。宮城県の支援の姿勢は東日本大震災の以前から一貫しており、大小問わず県内の復興支援活動に数多く参加を続けてきたという受賞理由の中の一文を見て、ベイラインでも十分すぎるほど伝わってくる山寺さんのふるさとへの愛や、先日の、台風の、被災地を気にかけていた山寺さんの言葉を思い出して心が温かくなりました。これからもますますのご活躍楽しみにしています。ね、県 の、 あのホームページの発表だけなのかと思ってたんでね、はい、誰も気づかないかなと思ってたんですけど、ね、こげピンクさんはもうすぐ気づいて、あの僕のちなみにあの小学校からのすごい仲いい、はい、今向こうで校長先生やってるやつからも メールが来ました。おめでとうって来ましたけどね。そうですか、ありがとう。意外とあの宮城県のね、あのベテランの方っていうか、はいはいはい、でそういう方が取るね、なんか受賞いつもなさってるようなんですけどもね、ありがたいことです。確かにね、このベイラインでも山寺さんのその宮城への思いというか、まあでもまあ声優としてですけどもね、いただいたのは。なるほどなるほど。そこの方にページのアラジンが載ってますけどね、それもあったんですけどもね。じゃあそういうことでホームページ見たらそれが見れる。そうですね、宮城県のホームページ見たら 見れるんじゃないかなと思いますけどね。いやすごい、おめでとうございます。いやありがとうございます、気づいていただいてありがとうございました。いきましょうか、もう一個ね。はい、こちらいきましょう。ラッキーメガネさんからいただきました。先日の11月11日1111、はい、世間的にはポッキー&プリッツの日などが有名ですが、ベイラインリスナーとしては11月11日は岩下の新生姜の日。それを記念し、岩下食品株式会社と株式会社タニタがコラボをしました。丸の内タニタ食堂やタニタカフェ有楽町では岩下の新生姜を使った特別メニューが提供されたり、岩下の新生姜のパッケージをモチーフしたデザインが特徴の岩下の新生姜歩数計が発売されたり、岩下社長と谷田社長の対談試食会が開かれたりと盛り上がりました。そうなんですね、すごいですね。谷田食堂いろいろいただきましたけどもね、コラボ、こういうメッセージいただきましたけど、コラボ谷田とコラボ、ね、強力なコラボですよね、これ。すごいですね。ちなみにお二人はコラボしたい人、会社、作品とかありますか。だってコラボしたい人、誰かとコラボしたい。会社はね、もういくらでも、もうどんな企業さんでももうもうキョロキョロしちゃって、もういただけるものは何でも、でお願いします。もう目が開いちゃって、山田さんびっくりしちゃった。やらしいだろ、そんな目大きくなる、やらしいだろ、びっくりじゃない、今大変なんですよ。でもね、山寺さんはもういろんな方とコラボしてるじゃないですか。いろんな方とコラボですか。だってね、なんかももクロさんとコラボしたいだとか。そうですよ、あれはね、こうそう仕事でね、あと水木奈々さんと一緒にやったりだとか、デュエットってのはね、お二人とさせていただきました。だからもう満足なんじゃないですか。いや他にもいますか。いやもう本当にね、できればもう本当にいろいろね、どなた、ロビーさんどうですか。今好きなアーティストとかいっぱいいらっしゃるじゃないですか。いますけどね、アーティストさん、誰だろうね。ぜひあのその人とね、ロンキスさんにゲストに来てほしいなってね、思う、すごい大好きなアーティストの離れ組さん大好き大好き、ずっと言ってらっしゃいますよね。離れ組さんはもう大好きすぎて、多分会ったらもう目も合わせられませんけど。あ、そうですか。じゃあ、ロンキスさん無理ですね。あと吉沢佳代子さんは大好き。急にいろいろ思い出してきた。この間アベマンさんのライブに行ったんですけど、アベマンさんもやっぱ素敵だな。ずっとねおっしゃってますけど、お話したことあるんですか。お話この間初めてしたんですよ、アベマンさんと。そういう時なんかそのライブの感想を伝えるじゃないですか。でもこうやっぱこうね、もう10代とか聞いてたからもう興奮しちゃって、もうグッズめっちゃ可愛かったですとか、わけわかんないこと言っちゃって。いきなり最初がそれだったんですか。もちろん最初は今日のライブのあの曲のここがあって、ああよかった、いきなりやって、どうもグッズ買いだったですだけで、最初に褒めんのグッズかよって。違います、喋ったんですけど、もうちょっとちゃんとお話ししたいなって思って出てきた言葉がグッズ可愛かったですって、もう反省会ですよね、一人で。もっと、まあ、確かに。でもそういう憧れのアーティストの方とか緊張して、そう自分わけわからないことを言うってのありますよね。ありますよね。僕もあります前に。本当ですか。三谷幸喜さんで初めてお会いした時に、はい、あと思って握手して毛深いんですねって言ったんですよ。失礼でしょ。失礼。本当に失礼ですよ。私より失礼。本当に失礼ですよ。反省してください。はい、反省します。さあ、この後ご時代のテーマは、独特のグルメでございます。なるほど。我が家ならではの味、故郷の味、変わった目に忘れられない味など教えてください。はい、メッセージはベイラインアットマークbayfm.co.jp、 bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。あー、アベマオさんにもう一回会いたいな。
Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.時刻は午後5時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしております、バズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、今日の5時台はですね、独特のグルメでいきたいと思います。独特のグルメ、あのこういうあの味系料理系グルメ系でいこうっていうのは決まってたんですけど、はいはい、なかなかタイトルをみんなでね話し合ってそうですね、なんか面白いのって時ね、まあ、僕が思いついたんですけど、ね、そういうのあんま自分独特のグルメってどうですかねガンちゃん、いいですね。それを横で聞いておりました。私はいいと思いますね、孤独のグルメ本当大人気ですよ、はい、ね、松重さんの食べっぷりやっぱ素晴らしいですね。お腹空いちゃいますよね、同世代ですけれどもね、うん、今日は独特のグルメ、我が家ならではの味、地方ならではの味、変わったメニュー、変わった食べ方、とんでもない失敗料理、独特なグルメということで皆さんからいただいております。はい、ね、お願いします。メッセージまだまだ間に合いますので、はいはい、アドレスは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。はい、もうたくさんすごい来てますね。たくさん来てますよ。どんどん紹介していきましょう。いいですか、ラジオネームシャケちゃんからいただきました、ありがとうございます。家の独特メニューは、うん、ホットケーキに入っている、うん、人参です。人参、うん、家では小さい頃からホットケーキにはみじん切りにした人参が入っていました、はい、それが普通だと思っているので、うん、幼稚園生の頃にホットケーキの材料を答えるとき大きく手を挙げて人参なかなかね、なかなか、マイクを思いっきりゴーンとやりましたから大丈夫ですか、お聞きの皆さん大丈夫かな、なんかノイズ出ませんでした、イヤホンで聞いてる人とか、私の声届いてますか、大丈夫かな。はい、人参と答えていました。後からなんでこんなに笑われるのかを知って恥ずかしくなりました。でも今でも笑えるいい思い出です。どうなんだろう、味的にみじん切りだからそんなに反映しなされないんですかね。確かに、でも人参って甘みがちゃんと出てくれるから、うん、まあまあそうだよね、あ、うん、そうなんですねいやいやいや、ま、そんなみんな知ってることはと思う。ホットケーキ、なんかパンケーキとホットケーキのさ、いまいち分かってないんだけど、パンケーキだといろんなの入ってるイメージが、山寺さんが好きなのはホットケーキだと思うんです、ね、多分分かんないですけど純喫茶とかに出てきそうなやつがホットケーキですよね。なんかパンケーキっていろんなものがこう乗ってたり、うん、行列ができて、そっちだといろんな空のやつね、なんか入ってるのありそうな感じもしますけど、ね、でも人参は初めて聞いた。人参ね、でも面白い、ヘルシーでとってもいいですね、うん、お子さんの健康のことを考えてお母さん作ってくれたってことなんでしょうか ね、しかももしかしたら人参嫌いだったけどこっそり入れてたのかもしれないね、うん、分かんないけど、うん、いいじゃないですか、はい、うん、さあ続いてはね、船橋のもこさん26歳の方からいただきました、ありがとうございます。皆さん、オムライスの中のチキンライスに使うお肉って鶏肉ですよね、つうか、はい、チキンライスって言ってるからね、チキンですから ね、チキンライス、鶏肉、うちはひき肉なんです。ん、おお、ひき肉、なんでひき肉だ、鶏ひき肉じゃないってこと、カレーとひき肉、カレーもひき肉を使うことが多いですね、うんうん、なぜってそれは私がひき肉が好きなので、なぜかひき肉がうちにあることが多いので使う率が高いんです。チキンライスのひき肉バージョンは本当におすすめなので、お試しあれです。パセリとパプリカのパウダーの調味料を加えると、味が整います。うん、畑の調味料ってのも使いやすくて重宝してますよ。あ、そうなんだ。え、だから何のひき肉なんだろうね。あ、豚か鶏か、豚か牛か鶏か、うん、牛か、あ、いろいろありますね、いろいろありますね。まあ、鶏ひき肉であればチキンライスですよね。まあまあそうか、うん、名前的にはね、豚ひき肉だったらチキンライスではないそっか、それでオムライス、まあ何の肉でもね、ね、まあいわゆるケチャップライスみたいにするってことですかね。まあそうですね、ほんでオムライスにするっていうことですかね。でもどの肉でもね、いろいろ美味しそうですけどね。いつもチキンしかやったことなかったけど、やってみようかな。ひき肉を上手に使えるってのはこう大したもんですよね。あ、ひき肉の方がこう傷みやすいわけですよね。傷みやすいですよね。そうなの。いや、それあの表面積が多いからどうしてもそうなるっていうのは、まあ買ってきてからの話ですぐ使えばな、どっちも同じですけども、ね、これを上手に使うとね、いいですよね、ひき肉ね。いいですね。ひき肉料理を使うんですか。ひき肉は、あの和風麻婆みたいのを作るときに厚揚げと、あのニラと、そのそぼろというかね、そぼろ、ひき肉を使って入れて、ね、あの最後に水溶き片栗粉でとろみつけると、ね、すごい美味しい。具体的にありがとうございますプチクックロビンみたいになっちゃいましたじゃあ続いて、この方初メールありがとうございます。ラジオネームウッドワークスさんからいただきました。
独特のグルメと言えるかどうか微妙ですが、自分はコーンフレークやシリアルなど牛乳をかけて食べるとき、牛乳をかけた後少し放置し、牛乳をコーンフレークを、吸わせふやかしてから食べます。子供の頃から好きでおっさんになった今でも続けています。皆さんもぜひお試しあれ。コーンフレーク、コーンフレーク、山田さん食べます、うん、あ、そんなに食べませんけど、たまに無性に食べたくなったり、ホテルのバイキングであるとね、ちょっと行ってみようかみたいな感じしますけどもね。なんかちょっと おしゃれな感じがね、しますけど、いや私は逆に、何をどうすんだっけ、牛乳かけて、普通そのひたひたになるまで入れないじゃないですか。だいたい半分ぐらいで、そのふやけてる場所とふやけてないカリカリ感を楽しむみたいのが、子供の頃いつやってました。あ、やってました、ちょっとふやかして、あ、そうなんだ、その方がね、カリカリっていうよりもね、ちょっとそういう方が好きでした ね、 なるほどね。何でも一つの好きでしたね子供の頃いいですね、うん、こちらマッサンからいただきました、ありがとうございます。神さんの実家が新潟の長岡です。新潟は美味しい食べ物がたくさんあります。中でも新潟でしか食べられない B 級グルメ、それがイタリアンです。イタリアン、イタリアンといってもそんなおしゃれな食べ物ではなく、ざっくり言うと焼きそばにミートソースがかかったみたいなやつです。初めて食べた時の感想は懐かしい、なぜか懐かしい味でした。最近、生麺のイタリアンができて、たまに関東でも買えますが、やはり新潟で食べると美味しさも倍増します。お二人は食べたことありますか。番組でね、なんか見たことあるような気もしますけどもね、なぜイタリアンっていう名前がついているというね。焼きそばにミートソースがかかった。本当だ。それがだって普通のパスタだったら普通のミートソースですもんね。まあ、そうかそうか、麺が焼きそばだ。そばがこれ見ると何ですかね。何のそばを使ってるんですかね。ねえ、でもたくさん画像出てきますよ。普通の焼きそば的なやつなんですかね。うん、ちょっと太い麺の写真が多い気がしますけど。それにミートソースのやつかかった独特なイタリア。面白い。まだ食べたことはないです。新潟行ったらね、ちょっと食べてみようかな。はい、長岡、はい、続いてラジオネーム原付ライダーさんからいただきました。私の独特のグルメですが、焼きバナナと焼き牡蠣です。牡蠣は貝の牡蠣じゃなくて、果物の牡蠣です。牡蠣です、うん、バナナも牡蠣も皮ごと焼いて、表面が焦げるくらいになって、中に火が通ったら皮を剥いて食べます。ほう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 、皮ごと焼くんだ。ほうほうほう、フルーツというよりデザートのような感じになって、とっても美味しいです。とろっとするのかね。まあ柿はね、熟してくると相当とろっとなるじゃないですか。確かに。それ熱を入れるわけですから、まあこう切ってスプーンとかでこうすくうイメージかな。皮のところが美味しいからね。皮についてる感じがね。美味しそう。バナナも焼きバナナですか。バナナ、どんな感じになるんだろうな。私いつも普通に切って、はい、フライパンで焼いてましたけど、あら、そうなんですか。切ってっていうか皮を剥いてですね。皮剥いて切って、そう、もうすごい10年ぐらい前にローラさんがココナッツオイルでバナナを焼いて、ココナッツオイルで焼く。そう、私どんな風にローラ言ってたの。ココナッツオイルでね、リンゴを焼く、あ、バナナ焼く、できないんだって、ね、すごい美味しいんだよ。できなかったんだ。オッケー、いい感じ、結構うまかったね、本当で美味しいの。それが大好きで、それ炒めバナナね、そっちはね。炒めバナナ、ココナッツオイルで焼いて、最後にもしあればシナモンシュガーをかけて食べるのが好きで、あ、おしゃれ、それおしゃれかもしれない。そう、おしゃれぶってやってたんですよ朝、ね、原付ライダーさんはだってど何で焼くのこれ、皮ごと、ね、フライパン、フライパン、フライパンじゃ、気になるな、炭火、ちょっとありがとうございます、ちょっとやってみたい。はい、続いてまいりましょう。7時間ここまでですかね。ここまででございますね、はい、はい、皆さん送ってください。今日は独特のグルメ、我が家ならでは、地方ならではね、海外行った時でも OK ですよ、忘れられないあの味でも OK、 独特のグルメお願いします。メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。じゃあね、その独特のグルメですから、そのグルメにちなんだ、はい、料理にちなんだ曲2曲続けていきたいと思います。まずは2006年の、あ、この方たちの、デビューシングルなんですね。手ごます、味噌スープ。トグマスの味噌スープについてお送りしてるもね、まあ、この方もたくさん食べ物関係の曲出してますけどね、やはりこの時期食べたくなりますね。お送りしたのは矢野明子、クリームシチューでした。ベイ FM 78 You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。
独特のグルメということでお送りしておりますけどね、うん、はい、皆さんいろいろ印象に残るグルメの話送ってくれてますが、どうですか、ロビンさんびっくりしたのとか忘れられないのありますか。私忘れられない、うん、でもなんか皆さんのエピソードが面白すぎてちょっと普通だなって思ったんですけど、うんうん、私のがね、ああ自分のがね、そうそうそう、必ずお味噌汁に絶対半熟の卵をお母さんが入れてくれてたんですよ、でそれとあと、うん、納豆の横に必ず大根おろしが添えられてるっていうのがうちのルールだったんですよ、うんうんうん、だから、まあ、そのめちゃめちゃ変わったやつじゃないんですけど、それがちょっとでもなかったりすると、うん、おじいちゃんが切れちゃう、怒っちゃう、なんで用意してないんだっていうおじいちゃんのとこでずっと、私も住んでたから、お母さんがね、あ今一人暮らしだからそれがないですけど、たまに実家帰ってそれが出てくると、うん、あ懐かしいなこのセットっていう、ああなるほどね、そうそう、忘れられない、ホッとする、普通のね、なんか特別なものじゃないんですけど、ホッとするなっていう組み合わせ、ちょっといい話ありがとうございます。山田さんどうですか。僕はね、まあ、当たり前だと思ったけど自分家だけだったっていうのはいくつかありまして、うん、まあ、何でも砂糖をかけてたんですね。トマトに砂糖をかけたり、はいはいはい、いろいろしてたんですよ、はいはい、砂糖入れるのすごい好きでね、うんうんうん、あとところてんに砂糖とかね、黒蜜っていうのはあるみたいですけど大抵酸っぱいやつじゃないですか。もうだって上京して浅草にみんなで遊びに行こうって、うん、浅草のそういう老舗みたいなところでところてんだ時に、うん、お砂糖くださいって、えーってみんなに驚かれたっていうね。そう、でも確かに、ね、そんな食べ方はないんですよね。入れたことない。究極がですね、サンドイッチを作るので、はい、ハムレタスサンドイッチあるじゃないですか、まあ、定番、よくマヨネーズを塗って、ね、そこでレタス挟んでハム、これ普通コンビでもあるじゃないですか。もう間違いない。僕はそのマヨネーズの上に砂糖を塗って、マヨネーズ砂糖塗ってレタスとハムで食べてたんですよね。合うんですか。いや今食べると気持ち悪いですその時は美味しいと、何でも砂糖が好き。そうなんだ。あとすき焼きの肉が豚肉だったっていうのあってね、それある番組でそれ言ったらすげえバカにされたんですけど、豆腐がよくあるって話でね。あとうちはジャガイモも入ってたんですよね、すき焼きに。すき焼きに、だからもう肉じゃがですよね。ほぼ肉じゃがに逆にいろんなもの入ってるみたいなね、豆腐とかね、具沢山の、うん、それとグツグツやってるみたいなね、ちょっと味が濃いめのみたいな。だってお前牛肉嫌いだからっておふくろ言ってましたけど、いや食べたことないし嫌いって一回も言ったことないっていう話をね、いまだに、ね、母としますけどね、俺は言ってなかったんだって、すごい、うちお金なかっただけだろうみたいなこと。山寺さん独特グルメめちゃめちゃありますねすいません、面白い。さ、皆さんからもたくさん来てますんでどんどん紹介しようじゃないですか、はい、お、この方山寺さんと似てますよ、はい、ラジオネーム松戸の総一郎さんからいただきました、はい、僕は実家が長崎なんですが、うん、長崎ってやたらと甘いものが好きなんですが、うん、はい、我が家では夏の果物スイカに砂糖をかけて食べていました。実家に出てスイカに塩をかけること、砂糖をかけないってことを知ってびっくりしましたそっちがスタンダードだと思ってたからね。確かに塩かけてどうする、せっかく甘いのに塩かけてどうするってね、うん、思ったんでしょうね。ねえ、そっか、でも塩かけた方がね甘さが増すとか引き立つっていうね、引き立つ分からないです。昔はその逆のもので引き立つなんてことは分からないですからね。私グレープフルーツに砂糖をかけて食べるの大好きでした。はあ、それはあんまりない。あ、でも何でもやったかな。あ、本当ですか。ですね、好きだった。なんか今でこそ甘いのあるけど昔は全部酸っぱかったようなイメージありますけどね子供だからそう思ったのかもしれませんけどもね。そうかもしれない。まあ品種改良してて美味しくなってるでしょう、うん。続いてこちら参りましょう。メルシーさんからいただきました。女性の方です。38歳の方、はい、私の忘れられない料理はパリで食べた生牡蠣の盛り合わせです。うわ、いいな。冬に行くとレストランの外で牡蠣の準備をしてるんです、はい、産地によって大きさと味が変わりますが、フランスのレストランの牡蠣が忘れられません。牡蠣にレモンと黒胡椒をかけて食べるんです。あ、レモンよくあるけどね、黒胡椒、うん、この時は生のムール貝とかエビとかも食べましたよ。写真送ってくれましたが、あ、まあ、ここに来たのはめちゃめちゃ美味しそうって、白黒だからそうでもないでしょ。いやもう白黒でも想像できる。白黒だそうでもないでしょ。想像できる。色付きのやつ想像力適当に言ってん、想像力あるから。このモノクロの写真で想像できちゃう。カラーにできちゃうから。モノクロはあんまり美味しそうに見え。脳内でできちゃう。まあ牡蠣はね、私の地元ね、宮城の松島ね。まあ広島と松島ってのはもうね、二大産地として、はいはい、まあ他にもたくさんありますけども、有名ですけど、フランスね。だから欧米はあんまり生のね、うん、魚介食べないイメージもあるんですけど、フランスの生牡蠣やっぱり有名なんですね。一年中食べられそうですよ。で僕さっきいろいろ調べてたら、はい、昔フランスで取れない時期があって、いろんなね、うん、いろんな災害があって、その時にやっぱ絶滅しかけたのを三陸の牡蠣が、うん、を送って、それで救われたんだ。だから震災の時、この間震災311の時は逆にフランスから協力してくれたら、そんなのあったんだ。素晴らしい話。知らなかった。フランス行ったら食べよう。行く予定ないけど、ね、ムール貝、ムール貝、
ムール貝うまい。ムール貝はすごく美味しいってこと、そうしてないところに。ムール貝もただの好みの話。違う。いや、この方もムール貝も食べましたって来たんで、ムール貝もこの写真に、ね、あなたのほら嘘で美味しそうって言った白黒の写真もこれ真っ黒いムール貝あるじゃないですか、ね、ここに。嘘で美味しそうって言ってないですからやめてください。本当にムール貝美味しいとこあります。教えてください。言ってください。今教えません。じゃあ続いてラジオネームスケスケパンチラインさんからいただきました。ありがとうございます。料理じゃないんですが、40年前に姉が教えてくれたソースは今も愛用しています。ほう。とんかつソースとケチャップを混ぜるだけなんですが、これをお好み焼きに塗って食べた子供だって、お好み焼きに塗って食べた子供だった私は感動したことを覚えています。うん、あ、とんかつソースとケチャップね、うん、あ、やったことないけど、まあ、絶対美味しい。美味しそう。僕はハンバーグをちょっと前に初めて自分で作ってみたときに、うん、え、一からですか？ひき肉でパン粉つけたんですか？いや、番組でちょっとやったんで、山根さん自分でやってみようと思って、ちょっと一回だけ作ってみたときに、すごいじゃないですか。これ味付けどうしたらいいんだろうと思って、まあ、適当にしようとね、胡椒でやったんだけど、はいはい、それなんかソース欲しいなと思ったときにこれやりました。自分でケチャップととんかつソースあるからそれ混ぜてなんとかなるかなと思ったんだけど、美味しかったですか？まあまあ普通な感じで、普通なっていうか、まあまあそこそこですよ。そっか、でもケチャップだけだとちょっと甘い感じになりますもんね。よく分かんなかったんで、そういったら美味しそうかなと思ってそれをかけてやってみましたけどね。そうなんだ。でもこういうの一個覚えとくだけでね、いろいろ使えるからいいですよね。うん。続いてこちら、はい、ミスターバックドロップさんからいただきました。ありがとうございます。独特のグルメ、なんだろう。小学生の頃、友達の家で出された麦茶に塩が入っていたのに驚かされました。まあよくね、砂糖入れるね、うちはね、昔あったと思うけど、今もあるかな。塩の量がちょっとではなく、下に沈殿して塩の層ができるくらい入っていました。混ぜない？え、どういうこと？真夏で走り回って喉がカラカラなところに、一気に飲み干して咳き込んでしまいました。下の方が来ちゃったのかな。いや、塩が。もう全部溶けきらないってことは、もう飽和状態ってことですから、相当ですよ。いや、それかき混ぜてなかっただけだと思いたい。いや、ね、そうです。飽和状態だと飲めないですから。そっか、そうですよね。うん、ね、だからじゃないですか、まあ、熱中症対策にね、はいはいはい、うん、水分取って、しかも塩分もと思ったのか、うん、そのうちではいつもそうなのか分かりませんけどもね、麦茶に塩ってね、麦茶に塩って、ね、塩ってことわざ慣用句みたいな感じですけどね。意味分かりませんけどさあ皆さん、独特のグルメ、はい、こんな感じですね、忘れられない味とかね、びっくりした味とかぜひ教えてください。はい、メッセージはbayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。はい、またまたね、独特のグルメにちなんだ曲2曲続けていきたいと思います。まずはですね、朝の連続テレビ小説スカーレットの主題歌ですけども、ドラマに出てくる料理が話題となって、ネットがレシピで、レッドでレシピが公開するほどの盛り上がりを見せているということです。お送りしましょう、スーパーフライフレア。まだまだ独特のグルメエピソード募集中です。メッセージは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。はい、スーパーフライフレアに続いてはですね、2000年放送の草薙剛さん主演ドラマクードファイトの主題歌、スマップライオンハートでした。さあ、ここでお知らせでございます。ベイ FM 開局30周年企画、千葉商科大学サービス創造学部の学生とサマンサバイガ、そしてベイ FM のトリプルコラボバッグ発売中でございます。発売中です。大人かわいいビニール素材のクリアバッグ PVC バッグで、 A4 サイズ肩掛けバッグとミニサイズの2タイプがございます。どちらのサイズとも限定100個となっております。PVC バッグの中に布のバッグがセットされた、いわゆるバッグインバッグなんですね。この布バッグにも持ち手とマチをつけて、まあ独立して持てるバッグとなっているんです。色はネイビーとグレーのリバーシブル。世代を超えてそれぞれのライフスタイルに合わせて、学生さんにも OL さんにも子育てママにも持ってほしいというアイテムに仕上がっています。いや、もうバッグインバッグって、こう荷物が増えた時にもすごい便利ですよね。そうなんですよ、2
パスにこう分けれちゃうから、ね、本当にこれはね、うん、あとこうタイプによって、あの自分の気分によってこのリバーシブルだから、うんうん、今日はグレーにしようかな、うん、今日はネイビーにしようかなってこの一つのカバンでそれを楽しめるっていうのも ね、うん、なんか一石二鳥というか、はい、すごい使いやすい色味ですよね、うん、これそうなんです、うん、だからそのリバーシブルひっくり返して中に入れてもいいし外に出してもいいし、本当にいろいろ気分によって変えられる、うん、使い方あなた次第という感じだと思います、はい、これ A4 サイズは肩掛けできる大きいサイズ、税込み16,280円、ミニバッグは税込み15,180円です。ただいまサマンサベガーララポート東京ベイ店、サマンサベガーのシュエットギャラリーイクスピアリ店で発売中です。またサマンサベガー公式オンラインショップでもお求めいただけますよ。大小各サイズ100個限定、千葉商科大学サービス創造学部の学生とサマンサベガー、そしてベイ FM のトリプルコラボバッグ、ぜひチェックしてみてください。The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。松戸山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、独特のグルメでお送りしております。先ほどねメルシーさんのね、まあ、僕があのバラしてね、牡蠣のねパリのやつをね、そう、美味しそうってから、いやここ目の前にあるのは白黒じゃんって、ちゃんとメルシーさんは空でもちろん送ってくれたんですよ、あの、ね、スタッフがコピーして持ってきてくれた参考までにっていうやつが白黒だったわけで、です。そのおかげであのメルシーさんがねもう一回ツイッターにあのカラーの写真で送りましたよってつぶやいてくれて、ね、あのこの写真を共有できることができました。ありがとうございます。みんなでね、嬉しい。ムール貝真ん中のエビも美味しそう、ね、美味しそう。しかもその後なっちゃんがね、あの、うん、オーストラリアで食べたムールが美味しかったなって、また続けての、ね、多いお腹すくよ。皆さんいろいろ教えてくれて、アメリカでも生牡蠣食べますよとか ね、生牡蠣は世界中で食べられてるもちろんね。でもお寿司の影響で生魚ってのは世界中でね、あ今ねやっぱりあるっていうのもあるんでしょうね。牡蠣はもともとなんでしょうけども、うん、はい、さあ独特グルメまだまだたくさん来てます、はい、紹介しましょう。いいですか、うん、ラジオネーム南風さんからいただきました、小学生の頃クラスの担任の先生に、うん、納豆は焼いて食べると美味しい、うんと教わり、焼き納豆、納豆が大好きな自分は家に帰り早速やってみることにしました、はい、しかしながら普段料理なんかしたことない小学生の自分は換気扇をつけることなどわからないままフライパンで納豆を焼き続けていると、2階の部屋にいた姉が異臭に気づきキッチンへ駆け込んできて何やってんのとめちゃくちゃ怒られてしまいました、その日家中が納豆臭くなってしまい夜帰宅した親にも怒られて散々な目に遭いました、そのおかげで忘れられなくなった。肝心の焼き納豆の味は、うん、焼いたあったかい納豆の味でした。先生はどういう風にしろって具体的に教えて、ねね、ただ焼け、ただフライパンで焼くんだったの？いや、わかんない。どうなのこれ、どうなの焼き納豆って。いや、やったことないけど、なんかさ、焼いて醤油とか垂らして七味かければなんかちょっと美味しそうだけど、そのまま。ただその、だってね、なんか、ロビンさんクックロビンでやりませんでした何か。納豆？やりませんでした。納豆はね、使ってないです、まだ。でもね、ほら、油揚げの中に入れたりとかっていうのはね、よくあるじゃないですか。まあまあまあ、何かに入れる的なやつは。確かに。私、あの、味噌汁に入れるのは大好きでよくやりますけど。そうなんですか。焼いたことは。そのまま焼くのかな、どうやると美味しいんでしょうかね。焼き納豆の正式なやり方、ね、美味しいやり方、臭くならないやり方あったら教えてください。続いてこちら、龍の帽子の青さんからいただきました。60歳の方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。子供の頃祖父が魚屋をやっており、その関係で毎晩切り落としや釜を煮込んだ荒鍋、中でも珍味絶品なのは、カツオの時期になるとカツオの刺身を作った時に出る荒の中から取り出した、はい、カツオの心臓の煮付け、あのコリコリとした食感とレバーを思わせる味わい大好きでした。カツオ、お魚屋さんだったんでって。カツオの心臓、もうね、切り落としが釜煮込んだ荒鍋、それだけでもめちゃめちゃ美味しそうですけどもね。美味しそう。その中でカツオの心臓の煮付け、食べたことない。やっぱコリコリ、コリコリしてるんですかね。僕本当はさっき自分の独特のグルメで言おうとしたのが、はい、猛火の星というのはね、はい、もう何年か前からありまして、はい、私は仙台で食べたんですけども、はい、宮城の方でありまして、うん、猛火ザメの心臓、これを生でいただくというですね、うん、生で、まあ、レバー今食べられないじゃないですか。あ、これが私初めて食べた時数年前びっくりしましたね。もう上質なレバーを食べてるようなめちゃめちゃ美味しいんです。美味しいんです。臭みも全くなくて、猛火ザメの心臓、
うん、気仙沼とかでねよく出るとサメですから、うん、もう有名なんですよ、うんうん、でね、フカヒレとかでも有名じゃないですか。でそこを捨ててたらしいんですけども、うんうん、あれ美味しいなって食べて仙台の方ではもう何年か前からもう流行ってるという風に聞きまして、今東京でも食べられるっていうかね、関東でも食べられるとこ出てきてるらしいですけどもね。そうなんですか。もうかの星というね、名前も粋じゃないですか。確かにね、パッと何か分かんないですけども、ね、食べてみたい、うん、じゃあ続いてラジオネームローズベイさんからいただきました、我が家では牛肉を焼くとき、うん、ちょっと変わった食べ方をします。牛肉を焼くのに変わってんの、すき焼き用の肉を買い、うん、適当な大きさに切ってフライパンで焼いて塩コショウをします、うん、変わっているのはその後、うん、焼いたお肉の上にたっぷりの大根おろしを乗せて、うん、ソースをかけて食べます。ソースの手前まで、おーと思ったけど、この食べ方は近所のお肉屋さんに教えてもらいました。ぜひ皆さんも食べてみてください。ちょっと待ってください。あーでもすき焼き用の肉でしょ。すき焼き用のお肉ですよ。それ焼くんでしょ。塩コショウでしょ。そう、塩コショウして大根おろし、その前から醤油くくんのかと思ったら中濃ソースね、醤油かなんか中濃ソースだそうです。中濃ソース、うん、ポン酢とかはなんかね、なんか大根おろしと合うなっていう印象だけど。ああそうですね、それはね、うん、塩コショウで下味して、ね、ポン酢で大根おろしはですけど、うん、中濃ソースと大根おろしとソースがまずね、普段あんまりない組み合わせですけども、確かに。すき焼きをお肉屋さんが言うんだから間違いないかもしれません。もう一方いきましょう。こちら、お、これはなんかクックロビンの参考なんじゃないの、うん、何ですか。ほぼみつるさんからいただきました。ありがとうございます。皮なしコロッケ。何それ。茹でたじゃがいもとひき肉で普通にコロッコロッケの中身を作り、うん、はい、パン粉はつけず小麦粉をつけただけで揚げ、からし醤油で食べる。あーもう美味しそう。うん、もともとは口の中の粘膜が弱いのにコロッケが大好きで、食べるたんびに口の中を血だらけにしていた自分のために。あーそうなんだ。そうなんだ。僕もあんまり強い方じゃないですけども、この方はそうですか。ねえ、コロッケ血だらけにして食べてた。母がやりだしたメニュー、馴染むとこちらの方が好きになってしまいました。あ、そう、小麦粉だけつけてるから、うん、ほんとうっすらと、ね、外側はなるということですか。結構揚げ物ってめんどくさいなって思っちゃうんですけど、その小麦粉でいいんだったらね、うんうん、ちょっと揚げ焼きみたいな感じで少しいつもより油多めにして焼けばできるのかな、はい、でからし醤油で食べるというのがほぼみつるさんの お家の食べ方だそうです。よし、再来週のクックロビはそれにしよう。まんまパクリじゃないですか。まんま、ね、参考にしてなんか違うのにしてください。はい、ということでこの後6時台は街角 DJ しまちゃんこと島村由紀夫さんが登場して、今日は週末に行われる福島の、うん、復興イベントを紹介しつつ、うん、福島の独特グルメをレポートすると言ってました。お楽しみに、はい、これは楽しみ。さあそれからね、クックロビンもありますから、はい、今日あります。ちゃんと独自のやつを考えてきたんでしょ。はい、考えました。はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、ということで独特のグルメメッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp までです。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてじゃんじゃんつぶやいてください。時刻は午後6時を回りました。ベイ FM から生放送でお送りしているバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、6時台はこのコーナー、島村由紀夫しまちゃんがいろんなスポットに新スキボスマシカロ DJ のコーナーです。今日はどこに行ってるんでしょうか。由紀夫、東京御徒町パンダ広場から由紀夫です。よろしくどうぞ。はい、お願いします。はい、夜空レポートです、うん、現在の気温が13度、ね、ぐっと冷えておりますけれどもね。ということで、まあ、先の台風の影響はと同じく福島県でも水害が発生しましてですね、復興に向けた活動が、まあ、行われているわけなんですが、うん、はい、まあ、本当に福島はね、長きにわたり本当に頑張ってこられていると思うんですが、 そうですね、そんな福島を応援するイベント、うん、福島祭り in パンダ広場、おいしい福島食べちゃおというイベントがですね、今週末、うん、11月の16日土曜日17日日曜日に開催されるということで、今日はですね、御徒町駅前にあります御徒町南口駅前広場、通称御徒町パンダ広場にやってまいりました。イベントはね、うん、今週末なので
普段と変わらない御徒町のパンダ広場でございます。なるほど。やっぱりちょっとねイルミネーションが綺麗だったりしてですね、なんかちょっと温かみがありますけれどもね、うん、さあということで、早速ですね、そのイベントの内容についていろいろと伺っていきたいと思いますが、福島応援企業ネットワークというネットワークがありまして、そちらの中野正人さんにお話を伺いたいと思います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笑った顔が特ダネの小倉さん、そして横からの表情をですね、あの TOKIO の国分さんにそっくりですね言われませんか。いや、ぼちぼちかな。何ですか、はいはい、よろしくお願いします。さあまずはですね、福島応援企業ネットワーク、これどういう活動をされてるでしょうか。はい、福島応援企業ネットワークはですね、はい、ちょっと真面目な話をしますと、はい、東日本大震災、それから原子力の事故ですね、それによってあの顕在化したの風評というですね、はい、福島に対する風評といういわれのない、課題ですね、これに向けて、まあ、企業として、まあ、どういうふうに払拭できるんだろうといったことで、初め11社から、始まったあの組織です。2014年に設立されまして、今はもう135社ものですね、はい、企業に参画いただいているという、そんな大きな規模の協議会でございます。はい、僕個人的に思うんですけれども、福島の桃とか福島のリンゴなんかをですね、君津袖ヶ浦 の JA でみんなで買いに行ってですね、袖ヶ浦の直売所で販売した時もみんなやっぱり美味しい美味しいって言って、その風評被害っていうのを全く感じてないんですけど。ありがとうございます。実はですね、私どももそういう活動をしていく中で、なかなかその、怖いなとかですね、不安だなっていう声はあまり聞いてないんですね。で、じゃあ福島応援企業ネットワークって具体的に何やってるのって言ったことを申し上げますとですね、はい、主に3本柱ございまして、買って応援、はい、それから食べて応援、うん、行って応援、はい、まあ、これ全部福島に関することですけれども、まあ、こういったことを基本に、活動していこうと、まあ、地道にですね、各企業でやれることをですね、少しでも地道にですねやっていける活動ということでやっております。で、まあ、買って応援で、はい、まあ、各個社でですね、福島県産品のマルシェ、うん、これをやっていただいたり、じゃあ食べて応援って言ったら何かっていうとですね、社員食堂、これで、まあ、積極的に福島県産品のお米だとかお野菜を活用いただこうと、より広くのですね職員の皆様に福島の良さを味わっていただこうという、まあ、非常にやってることは小さいかもしれませんけれども、まあ、こういったものをコツコツやっていくと、まあ、より大きな効果が得られるんではないかなということで活動をしております。で、そんな中今週末、福島祭り in パンダ広場ということですが、これもう今年で2回目になるんですか。そうなんですね。昨年、うん、初めてですね不安の中やったんですけれども、はい、昨年はもうちょっと大盛況でですね、うん、1万4000人ぐらいですかね、2日間で、すごい集まっていただきまして、結構ここのパンダ広場でもいろんなイベントやってますけども、かなり多い方でしょう。当時の最高記録だ。おー、素晴らしい。はい、で今年が2回目どんな感じになりますか。いやー、まあ、ちょっとですね、昨年が大盛況だったので、まあ、今年ちょっとハードルが上がりすぎてですね、我々事務局としてもすごくですね不安です、実は。なんですけれども、まあ、昨年に負けないようにたくさんの人に来ていただくようにいろんな仕込みをやってますんで、ぜひとも今週楽しみにしていただければ。今ちょうどガードの上、何でしたっけ、あれ景品急行、京浜東北線、京浜東北線青い電車が見えてます、うんうん、でだから16日と土曜日が高輪ゲートウェイ駅に向けた山手線京浜東北線の線路切り替え工事があります。そうなんです、うん、なのでだから、品川上野間が始発から午後4時までが動いてないということですね、うん、はい、ちょっとネガティブ要素があるんですけれどもだからこそですね、本日のこの放送、これ非常に大切になってます。だからでも東京メトロや都営地下鉄等を使えば何の問題もなくアクセスは取れますもんね。その通りです。都会に不可能はございませんので、うん、ぜひともですね、いろんな方面からですね集まっていただければというふうに思っております。さあということで、美味しい福島食べちゃおうということですが、どんな美味しいものをいただけるんでしょうか。そうそうそう、いやちょっとですね、言い出したらキリがなくなっちゃうんですが、例えばですね、はいはい、
福島牛のサーロイン串焼き、いいですね、これ A5 ランクだそうなんで、はいはいはい、かなり美味しいですね。から葉山高原豚、これ有名なあの豚なんですけども、はい、これの鉄板焼き、いいね、はい、それから海のものでいうと常磐もののアナゴ、サバの串焼き、うん、はい、それからあのウニの貝焼きっていうのがいわきの名産なんですけど、はいはいはい、青焼きの貝にウニがどっさり入ってるやつ、そうですそうですそうです、えそうでしたっけ、あそうです、はい、それとあと福島郷土料理の芋煮、はい、それからあの地ビールですとか、あとはあの B1 グルメのですね、あの大賞を受賞した浪江焼きそばっていう有名な焼きそばがあるんですけど、これも出ます、めちゃめちゃ有名、はい、これ結構だからいろんな方々がまたあの例えば農業高校とか水産高校とかそういうような高校生とたか立場どうなんですか、え、あの実はですね、あの福島の浜通り地元の高校生あの専用のブースも設けておりまして、はいはい、地元の高校生も来ます、具体的に言うと双葉未来学園高校、はい、それから、相馬農業高校、から平商業高校、いわき農業高校、彼らがですね独自に編み出した、6自家商品といいまして、これ加工品ですね、はい、に加えて、まあ、実際にあのコーヒーショップ、あの二見未来学園なんかは やられてますけれども、うん、あの実際に高校生が自分たちでコーヒーを売るというそういった目玉のすごいですね、ブースもみんな力合わせて頑張ってますね、頑張ってます、はい、ね、でそれ以外にもね、あのいろんな催し物もあるんですもんね、あります、ステージで行くとですね、福島民謡アイドル、これ地元のですね民謡アイドルで長峰めぐみさん、はい、これのステージですとか、あとは先ほど申し上げたあのサーロインステーキのですね、あのお肉のマイスター伊藤フーズの社長さんにですね実際、ライブキッチン、はい、これをやっていただいて、美味しいお肉の焼き方みたいなものを皆さんにお伝えするといった、それ食べられたりはしない、試食あります、ね、おーやった、うん、はい、これあの人数に限りある感じですか でもね、限りはですねありますね、はい、当然高いお肉なんでなるほど、はい、なんで、まあ、楽しみにしていただければと思います、はい、で総合司会が FM いわきでも大人気の僕も森久保君も、ね、大の仲良しベティさんが、そうなんです、地元浜通りいわきではですね大変有名なあの DJ の方で、うん、実際私ども応援企業ネットワークもですね、このベティさんにいろいろなイベントでお世話になってます、はい、昨年に引き続きですね今年もベティさんに総合司会をお願いしています、うん、なるほど、さらにすぐ近くにあります松坂屋上野店では今日から、福島フェアが開催されていると聞きましたけれども、はい、一応地下のですね、松坂、まあ、これ松坂屋上野店のご好意によりまして、はい、連動企画といたしましてですね、本日から19日まで、地下の、生鮮食品売り場でですね、はいはい、まあ、鮮魚ですとか、うん、精肉、あと青果、はい、グローサリー、お酒のコーナーで、日本酒もたくさん並んでますね、そうです、福島県産品扱っていただいておりますので、こちらの方もぜひお立ち寄りくださいと、で今日からいつまで19日です、はい、すごいです、連動企画っていうことなんでしょうかね、そうです、はい、まあ、とにかくでも地下鉄等を使っていただければ 大変アクセスはいい場所ですし、うん、これだから上野公園でパンダ見ていただいても OK ですもんね、 OK です、で松坂上野店でね食べて、でアメンはこれ買い物もできます、そうです、実はですねこの広場に当日上野観光連盟の方もですねブース出していただきまして、上野の良さこれをですね広く知っていただく取り組みをちゃんと行いますんで、ぜひともお楽しみにという、わかりました、はい、いかがですかスタジオの2人は、いや我々のホームページを見ながら行ってるんですけど、はい、もう本当グルメも美味しそうですし楽しそうですし、なんといってもこうやって自分たちも楽しんで応援ができるというのは素晴らしいと思うので、素敵ですよね、ねえ、ありがとうございます、たくさんの方にね参加してほしいですよね、来て食べて楽しむことが復興応援になるってわけですもんね、そうです、うん、何やっても応援になっちゃうっていう素晴らしい企画なんで、はい、よろしくお願いします、ね、じゃあ最後にリスナー聞いてる皆さんにですね PR などお願いします、いや一応ネガティブ要素として山手線初日動いてませんけれども、ぜひともですね、まあ、全国つつ裏裏からですねこの御徒町パンダ広場、うん、福島一色になっておりますので、うん、足を運んでいただいて、有意義な週末過ごしていただけたらというふうに思います、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、ありがとうございます、ベティにもよろしくお伝えください
よろしく伝えておきますありがとうございますさあというわけで11月16、17日土日ですね、はい、御徒町パンダ広場にて行われます福島祭り in パンダ広場について福島応援企業ネットワークの中野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。島さん、中さん、ありがとうございました。いやこれ本当にね、皆さんぜひホームページを見てね、いろいろ詳しく載ってますから、うん、福島祭り in パンダ広場で見ていただけると、いやしかもあれだね、その最初11社から始まったっていうね、はい、応援企業ネットワークって見ると、加盟してる企業って見るともう一大企業の方なんかブワッと大企業がいっぱい入ってて、みんなでやっぱりこうやってね応援し続けるっていうのは大事ですもんね。まあ今回ね台風でもいろんな地域のところがありましたけど、福島ってやっぱり震災からずっとですからね、まあ、宮城もそうなんですけれどもね、こういうイベントにね参加してるけど、本当に地元の方々も力になると思いますんでね、はい、その地元の魅力を知るっていう意味でもね、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲かけたいと思います、福島出身のアーティストがね一堂に会したスペシャルバンドでございます。しましょう。我々もこの曲に刺激を受けてね、宮城の歌作ったりしましたからね。あ、そうなんですね、うん、行きましょう。猪苗代湖ズ I love you and I need you 福島。岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、ご時代をお送りした独特のグルメですが、たくさんメッセージいただいてまして、そのうちのお一人の方と電話がつながっております。直接伺ってみましょう。もしもーし、もしもーし、こんばんは。こんばんは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオネームどうぞ。はい、ツージーです。ツージーさん、はい、お年伺ってもいいですか。はい、35歳です。ツージーさん、ツージーさんの独特のグルメとは何でしょう。はい、それは、フルーツを使った料理です。おお、フルーツ。はい、はい、まあ、一般的なのは酢豚にパイナップルとか、はいはい、そうですね、と思うんですけれども、よく実家で母が作ってくれたのが、お母さんが、はい、例えばリンゴだったら豚肉と一緒にこう煮て、なんでしょう、ポークソテーの上に薄切りのリンゴが乗っているようなおしゃれなんですけれども、ね、そう、おしゃれですよね。あと、まあ、リンゴだったらサラダに入っていたり、はいはい、コールスローの中に缶詰のみかんとか、あとグレープフルーツの入ったサラダとか。お店で食べるやつだ、うん、そうですね自宅ではやらないようなやつ出てきてる感じでは全然こう本当に普通のデリー風とかじゃなく、本当におかずの一品って感じで、そうなんで、アクセントとして、はい、そうですね、お母さん料理が上手、お上手なんですね。そうですね、うん、ね、それは何かどっかで習ったとか、何かとか自分独自でフルーツが誰かが好きだったから。特に誰か好きというわけではないと思うんですけど、うん、まあ、ただ子供がいるからも子供も食べやすいようにっていうので、フルーツ使った料理作ってくれたのかなと。じゃあツージーさんはそれがもう当たり前と思って昔から食べてるわけですね。あ、そうですね。ご自分でも今作ったりするんですか。あ、はい、今の時期だったの柿を使った料理なんですけれども、うんうん、私よく作るんですけど、うんうんうん、柿をあの食べやすい大きさに一口サイズに。ちょっと待って、メモする、メモする。辻さん、パクられるかもしれない。来週まさにそのままやるかもしれないけど、え、柿、旬のものだ、はい、柿、お願いします。はい、すごく簡単なんですよ。柿をその一口サイズに薄切りにして、まあ、一口サイズに切って、はいはい、でボウルに、柿、その切った柿と、うん、あとお豆腐を入れて、多分絹ごしの方が美味しいと思うんですけれども、柔らかい方、はい、それで、まあ、めんつゆもしくは白だしを、うん、まあ、大さじ1とか2とか、まあ、うん、適当に、まあ、少し入れて、はいはい、混ぜるだけっていう、あの柿の白あえなんですけど、また興奮してマイクを。はい、これ柿は売れてない方がいいんですか。うん、柿は個人的にはちょっと食感がパリッとした柿の方が、うん、白えにはね歯ごたえがあって、うん、美味しいかなと思うんですけど、ドロドロでも、うんうん、
ちょっとこう混ざって美味しいと思う。ああ柔らかくてね。あら簡単で。ねえだって豆腐入れて。なんか食べたことあるのかなみたいな。どっかの、うん、料亭なんてそんな行かないからな、うんうんうん、温泉かなんか行った時に小鉢で出たような気がするけど、さらにそんなものがご自宅でってんすよね。ねえ、あらそう、ね、果物使うとなんか一気にね、おしゃれ、使ったことないです料理に私。あら素敵、ね、素敵素敵、ね、辻さんもじゃあご家庭でやってどうですか、 ご家族評判は。あ、そうです、あの今1歳半の息子がいるんですけれども、はいはい、その柿の白あえは結構喜んでパクパク食べてくれて、あらね、だってヘルシーですもんね、お豆腐だけってめちゃめちゃ美味しい、プッシュンのね果物ってのはもうね絶対いいと思いますよ。確かに、ね、だって今リンゴと豚肉でしょ、コールスローにみかん、はい、サラダにグレープフルーツ、なるほどね。え、ツージーさんが一番好きな、その一番好きなやつはどれですか。この中でもいいですし、他のものでも一番好きな、ちょっと参考にしようとしてる。そう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 。でもそうですね、今時期なのもあったの、柿のその白あえはもう3回ぐらい作ってそれだな、豆腐だから。それですね、タンパク質ね、良質のタンパク質と旬の果物、最高だよ。もう絶対すぐやろう。今日もね、リスナーの方でも真似する方がたくさんいると思いますけども、うん、いやありがとうございました、辻さん、嬉しい、はい、どうもありがとうございました。絶対ロビンがパクりますんで、はい、パクります、ご理解ください、ありがとうございました。今日のレシピも楽しみにしてます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ほらそんな料理上手の辻さんもね、待ってるというクックロビン、この後ですね。はい、そうでございます、はい、この後はクックロビン、美味しくて簡単な料理を紹介しますと言ってるんですけど、まあ美味しいかどうかは山寺さんが判断します。正直にやってますから。はい、皆さん写真よかったらいいねとリツイートお願いします。さあそれではここで一曲、 TBS ドラマ G 戦場のあなたと私の主題歌、緑黄色社会サボタージュ。You are listening to Bazooka Yamadela Shoko Robin Okada's The Bayline。 さあ皆さんお手を拝借、パンパンガパン、あそれ誰が殺したクックロビン、ふちょバズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあここからは各種の企画クックロビンということで、まあちょうど夕食時ですので、私岡田ロビン翔子が簡単に作れて美味しい一品を紹介していきたいなと思います。あのちなみにさっき山田さん、あの、はい、納豆使ったレシピなかったっけって言って、私ないですよって言ったじゃないですか、はい、あのハッシュタグベイライン見てたら、あのうちで月一で作ってるクックロビンの納豆おやき、ロビンさんに忘れ去られてるとかね、ほらそうそうそう、ロビンちゃんニラを入れたおやき美味しかったよとかあったでしょ、皆さんが教えてくれて、あのありました。だ納豆焼いたの食べたことあるなと、クックロビンで食べたんじゃないかと僕は思ってたんですよ。でもなんか若干なんか忘れてきてます、もう新しいのどうしようどうしようってなって、お願いします、責任持ってください。自分でやったやつ、しかも私それなかなか一番好きなやつだった、忘れてた、それをすいません。ニラと、ね、ニラと長芋と、あの片栗粉で納豆を入れて焼くやつ ね美味しいって褒めた記憶ありますよ。よかったです、山寺さんに覚えていただけてるんですね。ぼんやりでしたけどね、くっきりお願いします。ということで、あの前回はお家でサンランタサーラータン風スープを作ったんですけど、サンラータンね、そうそう、サンラータン、あの、はい、門脇さんがお酢っていうテーマでやってくれたんですけど、そうですね、今日は、まあ、特にテーマもなかったんですが、うん、自分でどうしようかな、なんか秋っぽいものがいいなということで、こちらを紹介したいと思います。サンマの炊き込みご飯。あらー、秋っぽいものってね、すぐ飽きちゃうって意味じゃなくてね、違いますよ、やっぱ季節のものを楽しんでいただきたいなということで、しました、炊き込みご飯どうやって、あら、はい、あのまあ炊き込み、ね、今回はですね、あの、温かい、まあ、炊き込みご飯のバージョンと、うん、あの、うん、冷めても美味しいということで、うん、あのおにぎりバージョンも、まあ、両方2つちょっと山田さんに楽しんでいただけたらな、すごい立派なものをありがとうございます。ということで、炊き込みご飯を時間かけて、クックロビンって俺には時間かかってますよね。いやでもこれね簡単なんですよ、まださ、だってまずサンマ焼かなきゃいけない、ちょっと一回とにかく食べてください、はい、どっちからいってますか。じゃあ温かい方、温かい方です。あ、ちゃんとおこげも、さっきなんかちゃんと土鍋でやりましたからね、土鍋でやって、まあ、炊飯器してたからってやつなんですけど、温かいし、さ上にネギとね海苔もいただきます、はい、どうぞ。うんうん、どうですか。うんうん、うん、
これは美味しいですよ。美味しいですか？美味しいです。食べれます？食べれますね、何も。炊き込みご飯ですから、熱々で。あ、やり方失敗した。熱々なのに。しまちゃん、しまちゃん。うまいよ。しまちゃん、あの、やり直したからもう遅いけど。おいしい。あ、よかったです。うん、あの、これ、ま、とにかくやっぱ、サンマを入れたいなと思ったんですけど、ま、サンマ焼くのちょっとめんどくさいなと思ったので、あの、缶詰で。ああ缶詰でやりました。かば焼き？そうです、サンマのかば焼き。あの、ちょうどね、スーパーに行ったら、あの、そう、一番、あの、お買い得商品で、サンマのかば焼きが、うん、あの、缶詰でね、売ってるのを見て、あ、これは炊き込みご飯にしたら、美味しいんじゃないかと思って、あの、ちょっと身の部分、うん、そう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 、サンマの。こう言われると、サンマのかば焼きのサンマですね。あ、本当ですか？まあ、でも、まあ、簡単にお家で作れると思ったら、良くないですか？いや、いいと思います。そう、まあ、ちょっと。ここにいろいろ入ってるから、はい。炊き込みご飯としてすごくいい感じです。あ、よかった。あの、彩りとして今回は千切りにした人参もね一緒に入れてみたんですけど、ね、そうそうそう、ホットケーキでおなじみの人参が、うん、やっぱ人参入れるとね甘みが出ますから、見た目もねいいし、おにぎりをいただきます。どうぞ。熱くない、おにぎり熱くないから。あ、いいですね。大丈夫。あ、つうかちょっと臭みないですか？大丈夫ですか？いや全然、こっちの方がさらに美味しいよ。え、やったー、嬉しい、ありがとうございます。いいんだこれね、もち本当ですか、うん、すごい簡単で、あの、うん、作り方を言うと、はい、あの、まあ、お米を研ぐじゃないですか、はい、で研いだら、あの、お米2合に対してお酒大さじ3、ちょっと臭みを消すために多めに入れます、大さじ3と、お醤油大さじ1、みりんも大さじ1、あと和風だしの素小さじ1を入れて、まあ、あの、お水をね、2合のところまで合わせるじゃないですか。で、その後に千切りにした生姜と人参を乗せて、生姜ね。そして最後に、最後に缶詰の、あの、そのサンマのかば焼きを乗せて、うん、で、汁も全部入れてください。うまみが詰まってるので、うんうん。で、あとはもうスイッチを押したら、完成、うん、簡単。簡単だね。ほんと、人参千切りするぐらいですかね、ちょっとめんどくさいのは。でも、でも入れなくても。生姜だってチューブだっていいんでしょ？あ、そう、あの、チューブでも大丈夫。でも個人的には生姜をちょっと大きめに切って、その食感があるぐらいも。あ、生姜と人参を切ろう。うん。頑張って。頑張りましょう。で、もし余裕があったり、あの、ね、キノコとかをもし冷凍庫にこう常に入れてる方は、キノコ入れても多分美味しいし、アレンジ可能なので、ぜひ皆さんよかったら。お子さんもね、多分おにぎりにして食べれると思うので。うん、でも臭みも何も、そもそもね、サンマのもう缶詰だからね。そうか、そうですね。全然臭くないですよね。うんうんうん。そう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 。うん、おいしい。うん。これ、一缶。そう、サンマの。缶詰は一缶で大丈夫。二合。二合。の場合は一缶でいい。まあ、ちょっと贅沢したいなって時は二個入れちゃおう。そうすると具沢山のやつになってね。そう、だって缶詰200円しなかったですよ。そう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 。ぜひ皆さんよかったら、缶詰でできるサンマの炊き込みご飯、よかったら作ってみてください。写真とレシピはツイッターに載せておりますので、ザ・ベイラインの公式ツイッターを見てよかったらリツイートお願いします。ということで皆さん。楽しんでいただけましたかね、はい、以上クックロビンのコーナーでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。それではクックロビンにしなくてね、今日はね独特のグルメもやってますんで、料理がテーマとなっている映画の主題歌をお届けしたいと思います。昨日南極観測船しらせが春海島から出港したっていうニュースもありました。お送りするのはね、その南極を舞台にした2009年公開の映画です。南極料理人の主題歌ユニコーンサラウンド。さあ、クックロビン反応が来てますね。あら、カサトさんが、ロビンちゃん、クックロビン作るのに失敗したことないのってあるんですけど、あります。結構ね、何回も作ってるんですけど、たまになんかいまいちな反応されて、なんか。あ、僕がいやいや、ここに出すまでに、いや、これやっぱりやろうと思ったけど、やめたみたいなのないかっていう、あるある、そういう裏話じゃないんですか。あります、あります。そっちでしょ？これはやめとこうっていうのはあります。うん、あと、色味がなさすぎるな、とかね。自分ち用にしようとか、ね、俺の反応のことかいと思う。すいません、ね、いろいろね、努力を重ねてやってそうですよ。ありがとうございます。ということでお送りしたのは南極料理人映画の、ね、主題歌でした。ユニコーンサラウンドでした。 The Bayline Thanks for listening. This is The Bayline. I wanna be loved
まずーか山田だと、すみません、失礼しました。なんか知らない人出てきた、エンディング怖い。ちょっとサンマがね。誰、あ、ちょっと。サンマ。つかかっちゃいました。大丈夫ですか。バズーカ山田と岡田の民食でお送りしてきたザ・ベライン、エンディングの時間となりました。美味しいもの食べ過ぎちゃったんでちょっとね喉がびっくりしたんで、どういうことか、はい、そういうことに さしておいてください、はい、はい、たくさんのねメッセージ本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやすごい、みんな、あ、さっきのねツージーさんがもう一回わざわざレシピ載せてくれたりとか、あのね柿の白和え、そう、ね、簡単に作れるんだね。あとね白和えってどういうのかなと思ったら、あの焦げピンクさんが生姜はチューブでもいいんでしょうと質問、してきてレシピに盛り込んでくるロビンさんがすごいって、あの確かに私がね、そう山田さんみたいにチューブでもいいですかって言って来る方 いそうだなと思って、あのレシピのところに書いてたんですよ。知らずに山田さんが言ってくれるっていう、あの、そうなんですか、食べる側としては100点の質問をありがとうございます。いや、なるべく簡単にやりたいと思ってそうね、いや人参切るだけでいいって言ったからね。そう、なるべくほら門脇さんのことも考えてそういうことですか、ね、そうです、そうなんだはい、ありがとうございます。ぜひね、はい、試してみてやってみてください。お願いします。明日のこの時間木曜ベイラインは伊豆の亮さんと鈴木あきえちゃんでございます。お楽しみに、うん、楽しみに。そしてベイベイこの後7時からはインターエクスプレス、 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。このサバのご飯はいわゆる締めってやつですかね。サバだってサンマね、はいはい、その違いも分かってないかもしれない炊き込みにしちゃってっからね。はい、もういやでもなんか、うん、締めにこういう粋な炊き込みが出てくる料亭みたいななんかあるじゃないですか。 ありますね。お通しでね、最後に最後に、ああの最後にこのだし汁かけてお茶漬けを取って、そう美味しいです。金井さんにどっち行ったの、おにぎりと。私あの、うん、ご飯の方に来ました。じゃあそれだし汁でいただいたらうまいだろうなって。かけに行き今から、うん、しかもね私がいただいたのはね、うんうん、そこの方がカチコチにこうカリカリカチコチに おこげになっていてね、うん、全然箸が通らないの。クレームクレームですか。クレームこれおこげつけすぎ、これあれかな、せんべいかなっていう。すいません、せんべいなくなっちゃった。だからこそあお茶漬けにしたら良いんじゃないの。お茶漬けだよ、お茶漬け。そこら辺は自由にアレンジしていただいて、そのベイベイの自販機で あったかいお茶かけてかけて出汁がないから、はい、お願いします、ね、加藤さん、なんかいい、あのなんだろう、こう本当最後の締めとして、はい、うん、コースメニューの締めだなというなんか料亭っぽいなと ありがとうございます。だし汁をねかけて、はい、感じましたので、あっぱれ。ありがとうございます。ちょっとだし汁やってみます、ね、私も。こちらの締めにぴったりですが、そちらはこれから始まるんですからそうでございますよね。お願いしますよ。そうでございます、うん、はい、美味しいご飯をいただいた後は Let's Talk の Interior Express、うん、今週はですね、面接面談メモリーズということで、うん、まあ、誰もがね、まあ、あの我々の業界でいうと、まあ、オーディションって呼ばれるものなんですけれども、はい、いずれにしても非常に緊迫した、うん、これから先の自分のね行く末を決めるであろう、うん、とても重要な瞬間じゃないですか、うん、ですね、まあ、世の中の人、あのいろんな形で面接面談何度となく受けてきてるかと思うんですけども、はい、そういったね失敗談とか思い出だとか、うん、成功談とか、あとは面接官側の意見とかいうのもね、いろいろ、はい、どこを見てるのかとかね、なるほど、はい、もうね、見てるとリスナーの皆さん、いろんな面接面談があるんだな、そんなこと聞かれるんだ、それで受かったんだみたいなね、いろんな話がありますので、今日も盛り上がっていきたいと思います、うん、ぜひご参加ください。はい、はい、ご覧と頑張ってください、はい、どうもお願いします。なるほどね、おこげが硬すぎたってクレームをいただきましたいやそういうのも大歓迎でございます。私のやつはちょうどよかったんで、おこげの感じがね、いやいや、うん、ありがとうございます。あの、だし汁の作り方はどうするんですか。だし汁はもうあのお好みで作ってください。簡単ですよ、だし、いろいろパックもあるし、だしの素入れればできるから。あ、そう、山田さんもやってください。わかりました、はい、さあ、そして私なんでございますけれども、はい、あのちょいちょい宣伝させていただいておりますけどもね、三越劇場で、うん、この後やるんですお芝居を、はい、ね、そのせいで、そのせいですが、それで、あの、来週、再来週と2週お休みをさせていただきます。あ、そうなんですね。じゃあ来週は誰、なんと来週は、吉田照美大先生がいらっしゃいます。照美さん、本当に恐縮ですが、よろしくお願いします。というわけで、ぜひね、来週、再来週頑張ってください。そして、お芝居の方もぜひ皆さん来てください。はい、今日の相手はバズーカ山田と、岡田ロビン翔子でした。吉田照美さん、よろしくお願いいたします。はっ。